はい、こんばんは、森吉です。2月26日日曜日、中山では、伝統の中山記念、こちらが行われますので、見解を言っていきたいと思います。はい、こちら枠順まで全て確定したものになります。うん、今週ある3つの重賞レースのうち、このレースだけはですね、かなりいいメンバー、何が勝つかよくわからないような、素晴らしいメンバーが揃ったなという感じがしますね。うん、本命はですね、7番のアンビシャス、この馬にしました。うん、まあ去年もですね、中山記念ドラメンテを最後まで追い詰めたように、やはりですね、中距離においては、日本でトップクラスということが言えるかなというふうに思います。メンバーもですね、かなり強力ではあるんですけども、冷静に実力をですね分析していくと、この馬が一番強いのではないかと。ほとんどがやはりですね、休み明けと、あるいは香港をクレーンに使ってきている馬という一戦ですので、そこら辺をこうかなり割引くとかですね、そういう必要はないというふうに思います。他も似たような条件の馬が多いってことですね。この馬の力っていうのはすでに証明されてますんで、多くを言う必要はないと思います。で、問題は相手なんですね。3番のビブロス、この馬を対抗にしました。去年の秋からですね、ちょっと目が覚めたようにちょっと強くなっていると、いうのがやはりちょっと思い印を打った理由なんですね。ビルシーナの妹というのもそうなんですけども、一戦一戦ですね、凄みが出てきていると。周華賞なんかもタイムも結構早いですし、完勝といっていい内容でしたと。今回ですね、休み明けで、しかも小馬相手という部分で、楽ではないと思うんですけども、アンビシャスとは3キロ差、リアルスティールやロゴタイプとは4キロ差という斤量差を考えると、案外やれるんじゃないのかなというふうに思うんですね。で、3番手が4番のリアルスティールと。ターンの評価という感じですね。アンビシャスと、遜色ない力は持ってると思うんですけども、どちらかというとですね、破壊力というか、凄みがあるのはアンビシャス、っていう感じがしますね。リアルスティールの方は、戸崎騎手っていうのはですね、この馬にしてみれば、非常にこうちょっと手が合うんじゃないのかなというふうに思うんですね。これはいい、チョイスなのかなというふうに思います。おそらくは適当な位置で立ち回ってっていう感じだと思うんですけども、58キロっていうのがその辺どうかなというところですね。休み明けもやはり0210という部分で、勝ち切るまではどうかなと。連下という評価なんですけども、8番の筑波東王ですね。この馬のいいところっていうのは、中山コースであれば、展開がですね、早くても遅くても関係ないっていうところなんですね。よほど中山がこう得意というか、少し前の祭りだごっこみたいな感じって言えば分かりやすいんですかね。ちょっと正直ですね、中山の適性と勢いだけで、金牌一番人気になったっていうのはですね、どうかなと思ってたんですけども、レースを見たら完勝なんですね。それを考えると、やはりここに照準を定めてきたっていうのは明らかなので、やはり使っている強みっていうのもですね、あるというふうに思います。の枠は危険ですね。ちょっと星、穴評価という感じなんですが、穴というほどの人気ではないと思うんですが、一応9番のロゴタイプですね。やはり、中山で、この馬をノーマークっていうのはかなり危険かなと思うんですね。ちょっとさすがに年齢的に上がり目っていうのはないと思うんですけども、やはりこの馬の機動力っていうのはですね、見逃せないというふうに思います。馬券はですね、この通り生まれるの7番アンビシャスから4通りに絞って買いたいなというふうに思います。1番のネオリアリズムとかもですね、面白みはあるんですけども、ちょっとあれはですね、やはり、ライアンムーアの存在がでかいのかなというふうに思います。私の中山記念の見解については以上となります。